君は言葉探してる、最後まで言わなくてもいいよ、その顔見ればわかるから、いつも待ち合わせしてた改札が近づくよ、僕たち東方神起からのお知らせです。先ほどおかけしましたニューシングルラビニュー、6月13日にリリースしますよね、となります。東方神起セカンドライブツアー2007ファイブインジャブラック、すでにスタートしました。参加してくれた人は感想も多くてね、僕たちは6月の日本武道館まで頑張りましょう。頑張ります。詳しい情報は番組のホームページをチェックしてみてください。ここから僕たちへのメッセージも送れますからね。www.jfn.co.jp/東方。東方のスペルは T-O-H-O です。番組ホームページには収録風景の写真も載せていますので、ぜひ覗いてみてください。東方神起ビッグステーション、東方神起ビッグステーション、今日は私ジェイズジュンスみちゃんがお送りしています。じゃあさて、とうとうこの時間が来ました。うわ
ました。東方神起ビッグステーションオリジナル番組グッズの発表の時間です。いやーいやいやいや、よし、じゃあ本当にたくさんのアイデアをいただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ前回の放送ではラジオネーム東方ラバーさんの香りを楽しみながら番組を楽しむためのお香が有力候補となっていましたが、さあまたこの1週間でさあいろいろとアイデアが届きました。さあ例えば多かったのがクッションや抱き枕、あ、はま、いいですね。またイヤホン、イヤホン、イヤホン、まあ、この前もヘッドホンの話が出たんじゃないですか。じゃあイヤホンも本当にたくさんのアイデアが、ヘッドホンよりはちょっと安いですね。大丈夫です。それがこれいいですね。はい、また入浴剤、入浴剤、はい、いいですね。入浴剤、半身浴をしながら、うん、ラジオを聞くて、いやそういう感じですね。それはトイレの中に中にラジオが出てる、そういう感じですか。いやトイレじゃない、トイレじゃないですよ。いやトイレで半身浴しますか。お風呂です。すごいおかしいですね。トイレとお風呂は違うんです。そうですね、わかりました。はい、こういったものが多かったんですね、本当に。はい、ちなみに少数派のアイデアは、うん、箸、箸、ああ、ご飯も食べながら聞く、そう、そういうの、そういうのですね。またいいです、ね、ダンベル、ダンベル、はい、筋トレをしながら、ああ、本当にいいですね。ダンベル集中できるかな。そうですね。はい、ちょっと心配ですけど、とまあこんな感じで皆さんにいろいろ考えていただきましたけど、最終的に決定したのは一体どんな番組グッズなんでしょうかね。そうですね、何がいいかな、うん、全部難しいんですね。難しいです、うん、選ぶのは、はい、じゃあそしたらそろそろ発表しましょうか。じゃあそれでは発表したいと思います。東方神起ピギーステーションの番組グッズはアロマグッズに決定。わー、イエー、アロマグッズ。いやアロマグッズですか。はい、そうですか。いいんじゃないですか、これアロマグッズ。いいんですね。いいですね、本当にもう健康的にも、はい、いいじゃないですか。はい、やっぱりね、香りを楽しみながら番組を楽しむっていうのが、じゃあ僕たちはとってもいいと思ったので、まあ、前回の王侯からさらに発展してアロマグッズに決定させていただきました。はい、はい、アロマグッズがいいというメッセージは何通かいただいたんですが、まあ、その中から対応してラジオネームみさきんさんのメッセージをじゃあここで紹介したいと思います。じゃあ順素が紹介してください。はい、番組オリジナルグッズ考えました。はい、香りを楽しみながら番組を楽しむとのことでしたが、それならお香も含めて香り系のものを詰め合わせたアロマグッズはどうでしょうか。お香やアロマキャンドル、アロマオイルとかいろんなものが入っていると嬉しいな。ハーブティーが入っていてもいいですね。ジュンズ君が気にしているようにお金の問題もあると思うので、何を入れるかはみんなで検討してもらうのがいいと思います。で、送ってくれました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いいアイデアですね。はい、それでアロマグッズで決定しましたね。嬉しい、はい、ありがとうございます。じゃあではアロマグッズ、まあ、今からスタッフ含め、まあ、制作に、まあ、移りたいと思います。じゃあ靴制作の途中経過も番組内で報告できればと思っているので、まあ、楽しみにしていてください。それからたくさんの方から番組グッズのアイデアをいただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあいいグッズを作りたいと思います。じゃあそれでは今日のラストナンバーです。はい、じゃあ聞いてください。東方神起で約束。東方神起ビリーステーション。